<noise> こんにちは、荒木和弘です北朝鮮にを動かすために支援をしたらいいのではないかという声がいろいろありますでこれに対して反対する方もおられるとは思うんですけど私はあえて申しますがあのもうそういう風な形で北朝鮮に あの揺さぶりをかけるということは、絶対に必要だと思いますえもちろん、あのただ取りされちゃいけないんですけどもお、それはですね、やっぱり声をかける必要があるて前あの、国会で、えー、お二人の議員さんがあの、北朝鮮にワクチンの供与をすることを呼びかけたらどうだというお質問をされました。で、えー、自民党が衆議院で、自民党が山田賢二さん。 参議院で立憲民主党の森優子さん、えー、2人やったんですね。ですけども、これ、同じ質問、基本的にはほとんど同じ質問だったんですが、えー、どういうわけだか、森さんの方だけ叩かれたと。で、あのかなりいろいろ騒ぎになった記憶があります。でも私はあれ、間違いではなかったと思うんですね、だから山田さんの質問も含めてですけども、北朝鮮側に日本からこういうことはできるよというのを、 行ってですね少なくとも誘い出すということぐらいやらないとただじっと待っててですね向こう側からあの困って行っていくんだろうというのではですね全然交渉にも何にもなんないですで、えー、まあだってそれは政府だってあの総理なんかのですねあの <laughs> 総理も官房長官も全く同じことを役人の答弁言ってるわけですが、まあ、それはですね最終的に国交正常化をというのは要は金やるぞっていう話ですよね。 だからもし、あのー、そういうふうに北朝鮮側に利益を供与するということがあの嫌なんだったらここを正常化をするということをですね政府が言ったときにそれに反対しなきゃいけないと思います、えー、でも、そうじゃないわけですね、これ、ダブルスタンダードですね、自民党と一見で同じことを言って、ですね片方が叩かれて、片方が戦えかれない。 えー、あるいはおそらく自民党の中でもですね、えー、どちらかというとその新北朝鮮に近いんじゃないかと思われるような人が言えば叩かれるで、えー、そうじゃない人が言えば叩かれないっていうようなことにもうなりかねないですであの本当にですねこれはあの5人が帰ってきた20年前だって結局はあの北朝鮮がそのまあ要はおびき出されたという形ですけどおびき出すためには あの当時、私たち、まあ、私空海の事務局長でしたけれども、ともかくまあ国交正常化をやり、国交正常化、その拉致問題の解決がなければ、ですね国交正常化はなしだということをずっと言ってたわけですね。で、北朝鮮に経済制裁しろというふうに言ってた、そのままだったらば、あの北朝鮮、話し合いに乗るわけないですね、当たり前の話です。えだから、それをやっぱりやったのは、ですねあの外務省、まあ、田中金さんはじめとする方々がやったと。そこには当然 国交ここ正常化をやって、そして、まあ、日本からの資金が入るということで、北朝鮮が動かしたということがあったことは間違いがないです。ア、え、メ、ー、とムチは両方必要であって、どっちかだけでできるわけありません。ア、え、メ、ー、だけにしちゃったらですね、アメを捕らえておしまいになります。で、ムチだけでや,やるっとしたら話し合い出てきません。よっぽど本当に、ものすごいムチですよ。それこそもう本当に、あの、攻めていくぞというようなことでもありゃ別ですけど、そうでないかぎりですね、 あの向ここうの話は出てこないですだからそういう意味ではもういろんなものをですね出すということは必要ですでただし、まあ、それをやりながら <laughs> あのそこで向こう側のですね術中にはまってそして、えー、まあその取るものだけ取られてっていうことはあっちゃいけませんけどもでもねこれもですよあの失敗をそうしたらできないんですこれ本当はだからお役所的な感覚だったら絶対できないです えー、だってお役所って例えばその潮風には妨害電波かかってますけどねふるさとの風政府のやってるふるさとの風は妨害電波かかんない、えー、だから妨害電波のかかんないような放送をするというようなあのことを言ってるんですよね、えー、これおかしいでしょやっぱりね向こう側が反応するようなことをやらなければいけない、えー、ですから <laughs> まあその意味でも本当国交正常化でも何でもですね あの向こうそっちがちゃんとやるんだったらやるよっていうことは、まあ、それは別に言っても全然おかしくはない、えー、と思いますで、えーまあ、我々だってですよ、まあ、正直言ってこれ、まあ、北朝鮮に直で金渡すわけじゃないですけどもいろんな情報収集の時にですね、えーまあ後から考えると、まあ、使い方ちょっと間違えたなっていうようなこともあるんですそれはあの貴重なお金使ってるわけですから <laughs> もちろん無駄にしないように一生懸命努力してるんですけども。 そうだってですねあのなかなかこう全部使ったお金がですね全くその有効に機能するっていうわけにはいかないんですねだけど逆にある程度の無駄金でも出しておかないとあの情報は集まりません <laughs> ですから、うん、ですから 北朝鮮との関係においてもやはりですね、アメとムチ、もっと強いアメともっと強いムチ、両方が必要です。いざとなったらば、お前とを爆弾落としてやるというぐらいのムチも必要です。で、今のうちだったらば、えー、いいことあるよというアメも必要ですが、もう一つあの言っておきますけども、金正恩だけにアメを見せる必要は全くありません。えー、ムチは金正恩でいいんですけども、アメの方がですね、 すべ、えー、てのもう北朝鮮のいる、もうどんな幹部であろうがなんだろうがいいから、拉致被害者にの情報を提供してくれるとか、あるいは場合によっては、拉致被害者を外国へ連れ出してくれるとか、そういうようなことをやるんであれば、日本国政府としてもう全面的に支援をする、支援をするというのは、つまり金出すということです、それからあの身を守る、えー、場合によっては亡命を受け入れる、えー、ということをですね、 あのやらななけければいいいと思います、えー、実はこれあの私これまでですね歴代の,あの官房長官兼拉致問題担当大臣、まあ、あの加藤さんと松野さんですけども、えー、に対しては直接申し上げてきました、えー、潮風の中であの拉致問題担当大臣のですねメッセージをいつももらっているので、えー、その時にですね これを入れてください。北朝鮮の誰でもいいから拉致会社の救出に協力をしてもらいたい。そうすれば日本政府として対応するというふうに言ってくださいというふうに言ってきました。でもお二人ともやってくれないですね。どうも外務省に相談したらばあのやめた方がいいって言われたということのようです。まあこれじゃしょうがないんでね。政治家としてのリーダーシップで決断をしていってもらいたいと思います。今日本政府が それを言えばですね、ものすごく大きなあの反響があります。えー、絶対に北朝鮮なんか動かすことができます。何にもしないでじーっと待っててですね、あのみんな帰ってくるなんてことは100%ありません。我々の努力が絶対に必要です、えー。皆さんも声を上げてください。今日もありがとうございました。